スマースフォーオン。ゴーゴー。マルちゃん製麺カップからゆっきり。ついに焼きそば。うまね、ちゃんうま。人類未体験のうまさかも。マルちゃん製麺カップ焼きそば。スマースフォーオン。ゴーゴー。マルちゃん製麺カップからゆっきり。汁なし担々麺。人類未体験のうまからかも。マルちゃん製麺カップ汁なし担々麺。人類未体験の味。はい、よい。おい。めっちゃうま、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 めっちゃうま。はい、僕 OK です。はい、こちら OK です。はい、よい。はい。ゆきり。ゆきり。こら。今出した。あれ。でも、うん、はい、あら、また、はい、よーい、はい、カラカラ、うん、うわ、でも、うまー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 。はい、カット。カット。はい、OK です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ私たちの CM をご覧になっていただき、マルちゃん製麺カップ、焼きそば、汁なし担々麺の美味しさを味わっていただけたらと思います。私にとっての初めての映画が役所さんの監督作品でしたので、やっぱりすごくずっとご一緒したい方でしたし、またいつお会いすることができるかなと思いながらずっと頑張ってきたところもあったので、このような形でお会いすることができてとても嬉しかったです。まあ僕はもうふんちゃんとはもうまだ高校1年生ぐらいの時だもんね。いや12歳だ。12歳だ、まだそのくらいの子だったから、もう気やすくもうふんちゃんふんちゃんって言って軽口を叩いてましたけど、もうすっかり大人になってるから待ち時間もなんか軽口が叩けなくてちょっと緊張してました。もう恐れ多いですやっぱうまいですね。本当にこのカップ麺とか、そんな感じはしないですね。本当に本格的に作ったような味と、その味付けとその麺のなんですかね、こう歯ごたえというか食べ応えっていうのが、さすがに今回も美味しいものができてるなと思いました。本当に麺がもちもちで美味しくて、食感もすごく楽しめましたし、辛いのもすごく好きなので、あ、こんな本格的な味を手軽に食べられるのはやっぱりいいなと思ったので、ちょっと発売されたらすぐ買いに行きたいなと思っております。綺麗ですよねとてもワイルドな感じがしてとても素敵だと思いました。なんかこう監督に乗せられてちょっと調子に乗ってやりすぎたかなっていう気持ちもありますけど、まあそこは、ね、監督を信じて品のいい CM になればいいなと思ってますこんにちは、役所広司です。二階堂ふみです。マルちゃん製麺カップからついに焼きそばと汁なし担々麺が発売されました。CM もインパクトのあるとても面白い CM となっております。それでは CM をご覧ください。どうぞ。